初代道具は、ハンガリーの作家ギョルゲーテルカによる、児童文学作品、SF 小説。第1巻、オ木キギの赤さが2006年に、第2巻、追放された人が2008年に出版社アニムスから、刊行された。後、第3巻、裏切りが2009年に、最終巻、帰国が2010年に出版社シュレメヤから刊行された。本の表紙には、著者として、 ラーナラースという名前が記されている。しかし序文を読むと、これは著者のペンネームでないことがわかる。本当の著者については著作権インフォーメーションサイトに書いてある。3920年代の未来を舞台とする物語で。第1巻のストーリーは3920年に始まる。本作はジャンルとしては SF に分類されるが、 社会小説やユートピア小説にも分類できる。初代道具は歴史小説のように書かれた小説であり、ストーリーの背景は重要である。第1巻は、ラーナという身元が明らかにされていない女性が3960年に書いたことになっている。舞台となる場所は、二単語圏の壁と外部世界と呼ばれる、シュ語圏という二つの世界である。外部世界は、 私たちの世界とよく似ており、二つの大きな国土に分かれた多文化社会である。一つは主導権を握ったマルチンという政治家が動かしているスターユニオン。壁はこのスターユニオンの一部、すなわちすべての州に存在する強い伝統を持った新人部各自律的なコミュニティであり、いわゆる政治集団ではない。社会構成も大家族がコミュニティを構成する形で、 誰かが、この大家族のいずれかに属していないと、コミュニティにも属していないこととなる。誰かが家族を離れると、花弁も去らなければならない。花弁を離れたは追放、追放された人は、選客や死友門と言われている。花弁の指導者は、マズドラと呼ばれる。マズドラの中でくらいの低いギーデとこのギーデの名上の、シャフィルと呼ばれる指導者がいる。ギーデもシャフィルも、 唯心神論者だが、この唯心神論能力の強さは人によって違っている。ラースは、アルファという惑星に住んでいる、カベンサ最古の一番豊かな家族である。三人の主人公のうち、ギーンとヤーンは、このラース家族の一員である。長男のギーンは18歳の時、相続権を放棄して、シャフィルになった。ギーンの代わりに家督を継いだのは、2位、ギーンを嫌っているヤーン。 三人目の主人公は、ヤーンの息子で父と同じ名前のヤーン。彼は、物語が始まった時17歳である。序章は、ギーンと、シュモンという二人の子供の誕生で始まる。序章のイベント以来45年経った。主人公は母親に捨てられた11歳のジュリ。母親のせいで、これまで一時的に、児童養護施設に入れられていたが、物語の初めに、 外の惑星にある個人院に入り、二度と母親と会うことはない。第二章はマズドラとして成功した45歳の議員の視点で書かれている。彼の部下の一人は不明確な状況で交通事故で死亡した。この状況は明らかになっておらず、長い間謎となっていた。しかし、議員がその背景に花弁を追放されたものの、戻りたいと思っている。 若者の問題があることに気づいた。小説を通じて議員はこの問題に取り組む。第3章は残酷な父親があまり好きではないやんの視点で書かれている。彼は家族企業で働き始めた時初めて外部世界人と会う。ありがとうございます。